ここは一体どこだ？ようやく反逆者のご帰還か。見るがいい。貴様の裏切りのせいで帝国がどうなったか。みんな闇に飲み込まれてしまった。違う、僕のせいじゃない。全てがそうでないにしても、お前は母国の滅亡の一端を担ったのだ。その刻印は一生お前から消えることはない。この先会う誰もがお前の上にその刻印を見る。黙れ黙れ。僕は国が滅ぶことなど望んでなんかいない。お前が何を望もうが、それはもう起きてしまったんだよ。おい、リュード、お前さっきから何一人でブツブツ言ってるんだ？みんなには聞こえないのか、あの声が。声？何も聞こえやしねえぜ。誰か何か聞こえたか？それじゃあの声は僕にだけ聞こえたというのか。一体どうして？なんかここにはおかしな気がいっぱい渦巻いてるね。ええ、ここから早く脱出した方がいいわ。同感だが、そう簡単に返してくれるかな？リュード、お前のおかげで由緒ある我が一族もおしまいだよ。兄さん、さぞかし本望でしょうね。こうして私たちに異種返しができて。姉さん、お前は心の底では私たちを、我が一族を憎んでいたのよ。そんな、どうして僕が姉さんたちを。どうしてだと？しらばくれるな、リュード。私たちはお前を憎んでいた。いや、蔑んでいた。それはお前も気づいていたろう。気づいていなかったとは言わせないわよ。私たちはお前のことなんかこれっぽっちも好きじゃなかった。なぜなら、なぜならお前には愛される資格などこれっぽっちもなかったから。そんな、僕はあなたたちに愛されたかった。愛されようと努力したんだ。言い訳はたくさんだよ、リュード。そう、お前のしてくれたことが全てを物語っている。違うんだ。僕は本当に、どうしてこんなことに。おい、リュード、どうした？おい、しっかりしろ。僕はチッ、まずいな。リュードの様子がおかしいぞ。一体ここじゃ何が起こってやがるんだ。ともかく先へ進むしかない。ええ、出口を探さないと。気に入らないね、こいつ。リュードのこといじめてるね。
まさか、そんな。やめてくれ。頼むから、もうやめてくれ。リュードン、どうして私のことを助けてくれなかったの？どうして見捨てて逃げたの？いつだって私はあなたのことをかばい、ずっとそばにいて見守っていてあげたのに。こんな、もう嫌だ。耐えられない。あなたは助けてはくれないのね。愛してはくれないのね。あなたのことを愛するものでさえ。違う。お前には誰からも愛される資格はない。誰かを愛する資格もない。そうだろ、リュード？ああ、そうだ。その通りだ。僕には誰からも愛される資格はない。誰かを愛する資格もないんだ。国を裏切り、家族を捨て、愛してくれる者さえ見殺しにして、お前はどうやってこれから先生きていくというんだ、リュード？何を望んで生きていくんだ？僕にはもうわからない。どうしたらいいんだ？この先どうやって生きていけばいいんだ？私たちと一緒に来なさい。そうすれば楽になれるわ、幸福になれるわ。さあ来るのよ、私たちと一緒に。それがあなたの問いに対する唯一の答えよ。それが答え、唯一の僕の問いへの。リュード、答えというのは人から与えられるものではないわ。自分で見つけ出すものよ。この声は。そして正しい答えを得るためには、まず正しい問いを見つけなくてはいけないの。そのためには常に曇りなき目で物事を見るようにしないと。曇りなき目で物事を見る。そして良い問いてと。そして良い問い手というものは、問いを発するときにはもうちゃんと自分の中で答えを見出しているもの。答えは人から与えられるものではない。そして正しい問いを見つけること。正しい問い。ねえアルマード、あなたは僕の。そう、初めから答えはそこにあったんだ。お前とは行かない。一体どうなってるんだ？なんだこいつは。こいつ、人の痛みを食べてるね。僕の中にある罪の意識、負の感情を食い物にしていたのか。精神寄生体、コルヒドラーにくっついて異界から迷い込んだんだわ。クソったれ野郎が。やるぞ。ありがとう。
あ、とっとと引き上げようぜ、こんなところ。ああ、長居は無用だ。さっき大カムロ様たちは石の塔の奥に入っていったんだけど、木まで一緒についてっちゃったんだよ。木も、どうして止めなかったね、お前たち。いくら言っても聞かなかったんだよ。大カムロ様たちは水地のために大昔の魔導士の輪を復活させるって話してるのを聞いて、僕も行くって。お前たち、なぜ我が眠りを妨げる。世界はマルペル城のために滅亡の危機に瀕している。かつてあなた方の使っていた星の輪を渡してもらいたい。うん、お前たちは星の輪に値するものなのか。こいつ、口ほどにもない。その程度の力しか持たぬ者たちに星の輪は私はせぬ。やめるね、お前。もうそれ以上は水地様が許さないね。水地来ましたか。ほう、お前は。水地様は水地様ね。ちょっと待ってるね、お前。大丈夫か、木。へっちゃらさ、このくらい。どうしていつも見たく水地様が来るの待たなかったね。だって水地はもう一生懸命戦ってるじゃないか。せめて水地のために自分ができることをしたかったんだ。バカね、そんなこと気にしなくていいよ、き。水地様、みんなの分も頑張るね。うん、
それじゃダメなんだよ、水地。僕らが一緒に外へ遊びに出るとき、水地はいつも自分を様付けで呼んで、自分が一番偉いんだと周りに宣言し、トップに立ったよね。そうすることで怪物たちの狙いを自分に集中させ、怯えて立ちすくむ僕らをかばってくれた。でもね、もう僕らのために水地様でなくたっていいんだよ。僕らも水地と一緒に戦うよ。そんな力になれないかもしれないけど、それでも一生懸命やるよ。優れた誰かが一人で頑張るのでなく、誰もがみんな精一杯やらなきゃ。だからもう君はただの水地でいいんだよ。わかったよ。キラ、ちょっとここで休んでね。気をつけて、水地。力は行くよ。水地が星の輪を受け取るね。水地にお前がどこまでやれるか見せてみるね。受け取るがいい、星の輪を。お前になら使いこなせるだろう。幸運を祈る、我らが末裔よ。やったね、水地。やっぱり水地はすごいや。キア、大カムロ様、クラムリ、他のみんなのおかげね。ミズチ、でもやっぱりミズチ様はミズチ様ね。いいね、みんな、これからもミズチ様のことはミズチ様と。ミズチ、まあまあ母さん、ちょっとくらいは多めに見てやろうよ。やれやれ、まったくもう父親という生き物と来たら。まったく本当ね。水地、はい。Thank you.